こんにちは、速歌塾のこわですあの気になる男シリーズの途中なんですけども151話をね、えー、こんな形でお届けしたいと思うんですよどんな形かっていうと、まあ、私はそのネットビジネス塾でその自分の速歌塾っていうコミュニティとかねそれから現在は FX オリガルヒっていう、まあ、こういったコミュニティがありますこの2つを今主に運営して同時に販売もしてるんですけどもあのやっぱりね物の価値っていうのはみんなそれぞれ違うわけなんですよね そっか塾に入ってよかったっていう人もいれば、そっか塾入ったけど、なかなか形にならないなっていう人もいて、その形にならないものが、自分の力量のなさ、もしくは自分の行動量が少ないからっていうふうに理解してくだされば、まだ話は早いんですけども、お前の塾運営が悪いんだよとかね、こんな、あ、チンなコンテンツ出してんじゃねいみたいなね、そんなこともあるかもしれません。直接届いたことはないんですけども、んただ、満足度に、こう、人それぞれレベルがあるのは、これ仕方がないことだと思います。 やっぱりね自分が美味しいと思って連れて行った、まあ、飲食店に連れて行かれた方が、うん、まあまあかなっていうふうな満足度だったりねいやこれすごいね感動だよみたいな満足度があったりするわけですよお先週のことですけどもある古民家カフェに行ったんですよその古民家ではあのものすごく昔の豪邸のね古民家を改造してで普通の定食を出してるんですよ食事自体は大したことないといえばねあれですけども普通なんですよ本当に。 豪華なもんでもななもももののでででいすすし1000円前後のものなんですよそれこそランチって言って、えーまあ、特別なものではないですよねお魚が出たりお肉が出たりとか野菜があったりとかするものなんですよでそこの食事の提供時間っていうのがあのお一人でされてるんで30分ぐらいかかるんですよねでサービスレベルも高くないですでそこで何を思うかなんですよそこに行ってよかったと思う人はうわ昔の古民家ってすごい豪華な作りだねって いやーこんな立派なり使ってるあらんまんもすごいや写真撮っちゃおうところすごいねここでご飯食べてみたいねとかねわトイレも綺麗にリフォームされてるわみたいな感じなんですよでそこでえここで食べるお食事1000円なのすご安美味しいいやーゆったり食べれてよかったっていう人もいれば古民家カフェ来てねなんかオーダーしますんなんかなかなか出てこないなすいません水がまだ来てないんですけどすいません頼んだものってまだですか はっきり言ってて分ぐらいいいしななと出てこないんですよ。1人でされてるんでで、2人ずれ3人ずれで行ってみんなが違うメニューを頼むと当然その分だけばらつきが出ますよね同時に出てこないですでも同じメニューを頼むと大体同じように出てくるんですよつまりそこに行ったにしてもそこの使い方とかまあ心構えとかそれからどこに対して価値を持ってどこに対して自分は不満を持つのかっていうふうな自分のベクトルによって同じ環境で同じものを食べていてもみんな感想違うんですよね 結果もう二度と来るかっていう人もいればまた行きたいねまた違う魅力を発見したいねって方もいるんですよそうやって常連っていうのができてくると思いますし自分の行きつけってものも出てきてくると思いますし店をマネジメントしててねやっぱりうちのお客さんいいよねっていうふうになっていくと思うんですよ様々ですよね塾運営しても飲食店にしてもで最低限自分のお店を維持するためには最低限の売上利益って必要ですからそれこそね行くばっかは 自分の主義主張を抜きにしてお客様に合わせていくところっていうのは必要かもしれませんでその売上とか利益を最大化しようと思う自分の私利私欲とか外欲を全部抜きでねまさに U ・ WE ・ R の順番になってくると思うんですよでずっとお客様のためにやってるとさすがにきついわけなんですよね自分のやりたいことがいつまでもできないでも売上は上がるつまりお金のために自分のやりたいってものを曲げてやってるってことにもなりますでも最初はそれでもしょうがないと思うんですよ You, we, I の原則つまりはお客様の求めているものを徹底的に提供することによって U の実現そして共通項を生み出して二人で楽しめるものお客様とお店側が同時に楽しめるものこれは We っていうメニューですよねこれがちょっとマニアックなメニューですそして I ってのは何かっていうと本当に自分が地域にお客様にお伝えしたいことは何なのかってことこれはね店で表現しないんだったら別の場所例えば常連の仲のいいお客様と個人的にプライベートでちょっとね カフェとかバーに行って個人的な付き合いを持つ。これはもう完全に愛の主張ができるわけですよ。で、そこまでファンになった方っていうのは実は、ね、お中元とかお歳暮とか送ってくれたりとか、個人的なやり取りが結構ね。あのー、密になってきたりとか、あのー、また、あ、かさんもね。ちょっと経験があると思いますけども、なんか追加で後入金とかあるんですよ。こういうのもね。あのー、本当にあることで。 商品を買う、あ出すたんびに買ってくれる方って感謝で買ってくれるんですよ。その商品の中身がどうなのかじゃなくて、商品が出た感謝のためにお金を払うチャンスが生まれたわ買いますみたいになるわけですよ。でも信頼関係がそこまでできてなかったりとか、お客様の満足度にまだ寄り添えてない状態っていうのは、とにかく商品出しても価格について色々とね揉めるっていうかね、あのちょっと価格が高いよねってことになるんですよ。でも本当に物出していたらもうね。 1> 1位も2位もなく優先日「男組」っていうね、えー、と私が10代の頃にデビューしたジャニーズのバンドがあったんですけどもこれがあの29年間活動を停止していたのが今ね再活動を始めたんですよ1年限定で当時10代後半から20代だったメンバー男組のメンバーたちももう今50を過ぎてるんですよね だからいろんな事情で1年間の活動でそれが終わったら完全解散ということになるんでしょうけどもあのグッズが出たわけなんですよライブもやってるんですよで私はちょっとライブは優先順位としては高くなかったんでいかなかったんですけどもグッズってのがねいっぱい出ていてそれで私3万円ぐらいすぐ買ったんですよでそれっていうのはもうね出てるものだったら何でも欲しいつまりは恩返ししたいっていう意味なんですよ再活動してくれてありがとうと 感謝の気持ちで商品買わせてもらいます。商品は使わないかもしれないけども買わせてもらいますって感じですよね。まあ実はライブの方にも行きたかったんですけども、ライブは私の知ってる間にもう終わっていてですね。で、価格がチケット代1万円だったらしいんですよ。ちょっとコンサートにしては高いわけなんですけども、それでも会場はあの満員だったらしいですね。だから、もう損得で買うとかじゃなくて、もうとにかく恩返しとかで買うっていう形。それが本当にね、ビジネスをやってきて、たどり着く感動のポイントなんでしょうね。 でこれは販売者側としてもそうだしその自分がお客さんとしてもそうでもうね価格とか関係なく買うんだっていう風なところが行きつけだっったたりり常連だだすすると思うんですよだから常連だからちょっと安くしてよと長い付き合いじゃんっていうのは別に常連ではないよねっていう風な考え方もできるんですよ。常連だったら一番高くってどう考えてもコスト以上に利益が乗っかってるだろうみたいなのを優先して買うわけなんですよね。 でお店のそのキャラクターグッズとか T シャツが出ました8000円とか言っても8000円の T シャツって高いよねでも寄付するつもりで買いますよみたいなねそれがあの、まあ、お店側販売者側とお客様との強い絆なのかなと思いますし、まあ、そこに傘にかかってねぼったくり商品ばっかり出してきたらそれはそれでまた信頼を失うことになると思いますけどもあの真にねあのこの自分のコミュニティとかお店を支えるために必要な コストがあっっっっててててそれををやっぱり仲のいいい人ででで出資しももららうっていうううと感覚商品買んですか、うん、だからタカさんがね今その YouTube のコミュニティされていて私なんてその活動をずっと続けてほしいからどうやったらタカさんの商品がもっと売れるようになるかなっていうことを考えながら1話1話やっていて今151話なんですよだからあと50話あったらこれはねタカさんの商品の1本ぐらいは絶対売れると思いますね。うん、と思うのかいやさすがに販売厳しいなー っって思っちゃうかどうかかどなんですよで、すよもしタカさん自身が50話150話までやってきて151話になってきたよしよし今のところどうやったら売れないかってことが分かったぞじゃあ別の角度でアプローチしていこうかなっていうふうになるのかそれともね今まで50話までしっかりとやってきたんだけどもここまでで売れなかったからダメだと思うのかそれとも売れるのは70話80話ぐらいでガーンと売れる山が来るんだけども今50話なんでもう一息で山を作れるぞ。じゃああと 10話先20話先のために国っからもっともっとね発信するコンテンツを絞り込んでいくぞっていうふうにするのかまだレースが終わったわけでも何でもないですし逆に言うとチャンスがねまだまだ全然残されているんで12月一番何かを買おうとするその気持ちに高ぶっている時来年から最高のスタートを切るために自分は何をするべきだろうかっていうふうにね迷ってる人にストライクする商品をぶつけていくそんなチャンスが訪れるんだと思います。 まあ前回、化石の極意ってことでお話しましたけども、まずね、思いがどっちいってるかってことが大事なんですよ。これだったら絶対に視聴者さんを満足させられるだろうと。買わないと損だよと。持ってたらね、これ押し売りしてでも売りたいよぐらいの責任が取れるんだったら、それは全然いいと思うんですよ。とりあえず買っ,ってって。値引きはしないけども、そんな十12月払い、1月払いでいいじゃんと。必ずそこまでに自分は、 売上を上げをさずあなたの目的を達成させるための約束ができますよみたいな感じでねそのぐらいの覚悟が逆になかったら購入者っってののはは買うのは嫌ですよね、やっぱりね。やぱりコミュニティに参加して自分の力がつくだろうか今までの自分のやったりやらなかったりって気持ちを叩き直してくれるだろうかそこに対してどんな答えをここまでの50話で視聴者さんにぶつけてきたのかってところが問われると思いますしそれは今からね残りの50話でもできることなんで。 やっぱねプロモーションなんですよこれ1話1話が。でタカさんに話しかけてるようでタカさんの周りにいる他の視聴者さんに訴えかけてるし特に今この「気になる男」シリーズってその20話前後とかね中には10話とかで私の放送とかってあの絞り込まれてるところなんですよこれ減ったんじゃないですか視聴者さんが。 人人人前後にまでで興味ある人濃い人が残ったったてことなんですよだからフィルタリングかけたんでこの10人の人タカさん以外の10人の見てる人にあなたですよあなたにどうやったら自分の問題が解決できるかってことを動画によって私は探りながらぶつけていくってことをこれからもね後半もっともっと熱くやっていこうと思いますだってね今年変えられなかったものが来年変えられたらいいじゃないですか今年年間でなんか自分の副収入とされている収入がね 50万上がりました、プラスアルファ。100万上がりました、どうでしょうか。ね。来年は上げたいと思いませんか、50万、100万、プラスアルファで。で、それをしていくためには、私のこの億っていう金額を稼いできた、一人で稼いできたね、発想とか、マインドが必要でしょう。うそれを、さらに私はぶっこんでいきますんで、FX オリガルヒであの、FX のね、技術を身につけるのもいいし。 速歌塾っていうところに入ってきて新しい出会いを私のコミュニティを通じて見つけていくそしてそこにいる素晴らしいそっか塾に共感したあなたと同じ気持ちの人を見つけていくのもいいと思うんですよでズーム対談でもっともっと私はティーアップしてもう自分以外のね対談相手のことを売り込んでいくこともできるんでそこにどのぐらいの意識をぶつけれるかですよね特に YouTube で私は稼ぎきってきましたので YouTube をやる気さえあれば お金を作ることができます。え、そしてユーチューブをやってみたいというふうな気持ちにさせることもできます。ガッツですよ。いってらっしゃい。